ヘディ・ラマーは、オーストリア・ウィーン出身の女優、発明家である。1930年に女優としてデビューし、1933年の春の調べで全裸シーンを披露した。同年、結婚を理由に映画界から引退したが、当時の夫への不満が高まったことから、1937年に夫の元から逃げ出し、密かにパリに転居した。そこで彼女は MGM の創始者ルイス・B・メイヤーに出会い、彼の力を借りて1930年代から1950年代までの間、ハリウッドスターの一人となった。シャルル・ボワイエ、スペンサー・トレイシー、クラーク・ゲーブル、ジェームズ・スチュアート、ビクター・マチアーなど有名な俳優との共演経験が多い。発明家としての彼女は、第二次世界大戦期に作曲家のジョージ・アンタイルと共に、連合国側の魚雷の無線誘導システムが、枢軸国側からの通信妨害の影響を受けないための周波数ホッピングスペクトラム拡散の初期的な技術を開発し、その特許を取得した。アメリカ海軍は1960年代になってから、ようやくこの技術を導入したが、この技術の原理は、現代の符号分割多元接続、Wi-Fi、Bluetooth などの技術にも取り込まれている。また、彼女とアンタイルは、この発明の功績により、亡くなった後の2014年に全米発明家殿堂入りを果たした。ユダヤ系の両親のもとに、ヘドイヒ・エヴァ・マリア・キースラーとして、ウィーンで生まれ、父親、エーミール・キースラーは、レンベルク出身のユダヤ人銀行家、母親ゲルトルート・キースラーは、ブダペシュトのユダヤ人上流階級家庭出身のピアニストである。彼女は、ユダヤ教から改宗したカトリック教徒であり、よく教会に通っていた。女優に憧れ、プロデューサーのマックス・ラインハルトと共に、ベルリンに行き、演劇の訓練を受けた。その後またウィーンに戻り、スクリプターとして映画界に入り、間もなく女優となり、17歳の時に、早くとして映画に出演した。1933年、18歳の時に、ヘディ・キースラーの名前で性の解放を歌ったグスタフ・マハティ監督のチェコ映画、春の調べに出演し、ヒロインの若妻、エヴァ役に扮して、全裸シーンでオーガズムを披露した。当時としては、この映画はかなりセンセーショナルであり、アメリカでは上映禁止になっている。1933年8月10日、19歳となった彼女は、ヒルテンベルク弾薬工場の所有者である裕福な兵器製造業者フリッツ・マンドルと結婚した。マンドルは非常に嫉妬深い男で彼女の濡れ場への出演には大反対し誰も彼女のヌードが見られないようにするため春の調べのプリントを買い占めようとした。彼女の自伝エクスタシー&目によるとマンドルは独占欲が強く彼女を当時の住居であるシュバルツェナウ城に幽閉し、映画界を半ば強制的に引退させた。親の片方がユダヤ人にもかかわらず、マンドルはドイツのナチス政権とイタリアのファシスト党とは親密な社会、経済的な関係にあり、ムッソリーニ政権に軍需品を売ったことがある。また、マンドル宅の高級パーティーにムッソリーニとヒトラーが出席したこともある。その時期、彼女はよく、マンドルを伴ってビジネスの場に出席し、そこで軍事技術に携わる科学者や専門家たちに会うことになった。こういった経験は彼女に応用科学の分野に興味をもたらせ、彼女の科学的才能を培った土壌とも言える。最終的に彼女はマンドルとの結婚に嫌気がさし、夫のもと、そしてナチスの影響力が強くなる母国オーストリアを離れることに決心した。自伝によると、彼女は1937年にメイド姿に変装し、パリへと逃げた。ただし、噂では彼女は、ある晩餐会の前に、マンドルに宝飾品を身につけるため部屋に戻りたいという嘘をついて逃げたという。同誌 X の静止画写真彼女は、パリで俳優をスカウト中の映画プロデューサーのルイス・B・メイヤーと出会い、メイヤーは彼女と契約を結んだが、話題作、春の調べのヒロインとして名を馳せた彼女に対し改名を要求した。最終的に彼女は、サイレント映画時代の女優、バーバラ・ラマーの名字を取って、ヘディ・ラマーと名前を変えて、ハリウッドに渡った。1938年、メイヤーは、世界で最も美しい女性と銘打ち、彼女を宣伝した。ハリウッドデビュー作は1938年、シャルル・ボワイエと共演する、カスパの恋であった。当時のアメリカ人にとって、彼女の名前こそわからないが、話題のオーストリア人女優として観客に期待を持たせることができた。メイヤーは、彼女がグレタ・ガルボやマレーネ・ディートリヒのような大女優に成長することを期待したという。黒髪を中央で分けた彼女の髪型は、風と共に去りぬで、ビビアン・リーも真似をしている。その後のハリウッド映画では、彼女は同じような異国風で魅惑的な女性を演じ続けた。1940年のブームタウンで、スペンサー・トレーシー、ブームタウンと同年の同誌、X で、クラーク・ゲーブルと、1941年の美人劇場で、ジェームズ・スチュアート、ラナ・ターナー、ジュディ・ガーランドと、1942年のトルティージャ・フラットでトレーシーとジョン・ガーフィールドと、1949年のサムソンとデリラでビクター・マチュアと共演するなど有名な俳優との共演経験が多い。彼女は1940年から1949年までの間18本の映画に出演したとともに2人の子供を出産した。1945年に MGM を去った後、セシル・B・デミル監督のサムソンとデリラにビクター・マチュアと共に出演した。彼女がデリラに扮した、この映画は1949年の最高興行収入を記録した。しかし、1951年のボブ・ホープ出演のコメディ、映画、腰抜けモロッコ騒動でヒロインを務めた後、彼女の事業は不振期に入った。それ以降も断続的に映画に出演していたが、1958年のフィーメールアニマルをもって彼女は映画界を引退した。女優だけではなく発明家としての才能もあった。初期の発明として交通信号機の改良型と水に溶かして炭酸水を作る錠剤が挙げられる。ただし錠剤については本人がアルカセルツァーの味がすると評するほど失敗作だった。第二次世界大戦が激化していた最中、彼女は海軍の作戦において重要な役割を果たした魚雷の無線誘導システムが頻繁に枢軸国側の通信妨害を受け、目標を攻撃することに失敗したことを知り、作曲家で友人のジョージ・アンタイルに協力を求めて、妨害の影響を受けないような無線誘導システムを開発しようとした。彼女は最初の夫であるマンドルと結婚していた間に得た無線の知識をもとに、ピアノロールの仕組みを参照しながら、彼女たちは魚雷に送る電波の周波数を頻繁に変えれば妨害されにくいと考え、周波数ホッピングシステムの設計案を作成した。彼女は1942年8月11日に、ヘディ・キースラー・マーキーの名義で、アンタイルと共にこの技術に関する特許を取得していた。しかし、この技術の実装が困難であることに加え、アメリカ海軍は軍隊の外から来た発明を受け入れがたい体制であったことから、この技術は長い間棚上げにされた。1962年のキューバ危機の時になってから、ようやくこの技術の改良版が軍艦に使われるようになった。この技術は、現代の周波数ホッピングスペクトラム拡散技術の前身の一つであり、その原理は、GPS、Bluetooth、携帯電話、Wi-Fi などの技術にも取り込まれている。この功績を称えられ、彼女たちは1990年代の F、パイオニアアワードを受賞した。2014年に彼女はアンタイルと共に全米発明家殿堂入りを果たした。また、大戦期に彼女はこの発明で全米発明家協議会に入りたがったが、会員のチャールズ・ケタリングや他の会員に有名人の地位を利用して戦争債券を売った方がより良いではないかと勧められ、それ以降戦争債券キャンペーンに頻繁に参加したという。ドイツ語圏の3カ国では彼女の誕生日である11月9日が発明家の日として定められている。彼女の生誕101年にあたる2015年11月9日には、彼女のアニメーション動画が制作され、Google のロゴに採用されるとともに、YouTube にもアップロードされている。彼女は1953年4月10日、38歳の時にアメリカ合衆国に帰化した。1966年、彼女はロサンゼルスで万引きによって逮捕されたが、起訴が間もなく取り下げられた。1991年に彼女はフロリダ州で合計 21.48 ドルの下剤と目薬を万引きしたためまた逮捕された。この時、彼女は不公訴を申し立て出廷を回避できたが、引き換えに1年間にはいかなる法律も破らないことを約束した。起訴もその後また取り下げられた。1966年に彼女の自伝、エクスタシー&目が出版された。そこにはいくつかのエピソードが書かれている。例えば、最初の夫であるマンドルから逃げた時、彼女は売春宿の空き部屋に飛び入りしたが、マンドルはその売春宿を探していたところ、売春する男が部屋に入ったので、彼女は保身のために仕方なくその男と性交渉をした。また、彼女は夫の元から逃走するために自分とよく似た女性をメイドとして雇い、そのメイドに睡眠薬を飲ませ、昏睡状態のメイドの服を着替えてからパリへ逃げ出した。間もなく、彼女は出版社を訴え、本の中にある下品なエピソードのうち多くが真実ではなく、ゴーストライターのレオ・ギジュドによって創作されたもので、あると主張し始めた。一方、スクリーンファクトという雑誌に投稿したジーン・リンゴルドという人物は連邦裁判所で彼女を提訴し、自伝の中には彼が1965年に投稿した文章の一部を無断引用した部分があると主張した。この本の出版は万引き事件とアンディ・ウォーホルの短編映画ヘディの公開から1年ぐらい経った時のことである。また、彼女の映画界への復帰も頓挫してから、この自伝の序章は小沈なムードの読み取れる以下の文章から始まっている。最近のある夜、私は一人で家で座り込んだ。百貨店での出来事による警察署での扱いや映画でザザがボールに変えられたことなどをいっぱい考えて苦しんでいる。私は自分が$3000ぐらいのお金を稼いで、そして使い果たしたことを思い出したが、その日にはシュワブス薬局でサンドイッチを買えるお金すらなかった。1970年代になると彼女はさらに人目につかなくなった。映画の台本や CM、舞台劇への出演依頼がまだ彼女のところに来たが、彼女は何一つ興味も示さなかった。しかしながら、1974年に彼女はメル・ブルックス監督の映画、ブレイジング・サドルに彼女の芸名をもじった。ヘドリー・ラマーという登場人物が存在することを知ると、名前の不正使用として、ブルックスらをプライバシー侵害の疑いで提訴し、$1000の賠償金を要求した。最終的にこのケースは法廷外で和解した。1981年、視力が低下していた彼女は大衆の目を避けて、フロリダ州のマイアミビーチに転居した。ドキュメンタリー映画、コーリング・ヘディ・ラマーによると、その時期から電話は、彼女が外の世界とコミュニケーションをとる唯一の手段となった。1996年、コーレルで描かれたラマーの写真は当年度のソフトウェアスイートカバー用デザインコンテストで優勝したので、1997年からコリルドロのソフトウェアスイートは彼女の写真で飾るようになった。彼女はこのことを知った後、自分の写真が無許可で使用されたと主張し、コーレルを提訴した。逆に、コーレル側は、彼女がこれらの画像の権利を持っていなかったと反論した。1998年、当事者たちが非公開に和解した。彼女の映画産業への貢献を検証するために、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームで一つの星が与えられた。晩年になると、彼女は自身の容姿が老けることを恐れ、それを維持するために整形手術を受けた。しかし、手術の結果があまり良くなかった。また、彼女の息子アンソニーによると、その時彼女は薬物依存症であった。ウィーン中央墓地にある彼女の記念碑2000年1月19日、85歳であった。彼女はフロリダ州のカッセルベリーにて亡くなった。彼女の死亡届には心不全、慢性の心臓弁膜症、虚血性心疾患と3つの死因が書かれている。息子のアンソニーは彼女の最後の願望に従い、遺骨をウィーンの森に散骨した。2014年、ウィーンの中央墓地に彼女を偲ぶ名誉墓が建てられた。彼女は1933年から1965年の間に6人の男と結婚、離婚を繰り返した。子供は3人いる。養子のジェイムズは12歳であった時、彼女との関係を断ち、他の家庭の養子となった。それから約50年間、ジェイムズは彼女と何の言葉を交わすこともなかった。彼女は遺言においても、ジェイムズに相続権がないと表明したが、ジェームズは2000年に彼女の330万ドルの遺産を相続できるように訴えた。結局5万ドルを受け取ることで示談になった。ありがとうございます。